はい、皆さんこんにちは。はい、シャーマン系コーチ幸春ですが、今日はのぶみさんのね、YouTube が間もなく1周年を迎える、10月1日で1周年を迎えるということで、ちょっとね、その応援といたしまして、ご先祖様から君へのこのね絵本を、まあ、読み聞かせと申しますか、少し読んでみようかなって思います。はい、でね、私のこのチャンネルは、まあ、私の好きな藤井風さんや絵本作家ののぶみさん、その応援動画でしたり、あと私のこうちょっとね変わった神秘体験ですとか、そういうことを発信しているチャンネルとなります。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、まだまだ私もアップするね頻度が低くて申し訳ないんですけれども、これからね少しでも、まあ、多く、動画もアップしていきたいかなって思っております。で、本当にねこれ素敵なんですよ、このね最初のページですけれどもね、この絵本を読んでご先祖様の名前を呼ぶ人が増えますようにと書かれております。実はですね、私もこののぶみさんの絵本を、昨年かな、購入して、そしてね、お位牌の方に、まあ、書かれている俗名がありますよね、改名だけじゃなくて、まあ、それで分かるご先祖様はちゃんと大正時代まで遡ることができます。で、その前の、天保年間に亡くなった人のは改名しか書いてないんですよ。で、うちは何回か引っ越ししている間に、本家ではあるんですけれども、お位牌や、まあ、お墓をね、引っ越しする前のもともとの出身地に置いてきてしまったというのもあるので、その天保年間のものというのは本当のそのご先祖様のものを持ってきたんじゃないのかなって思っております。でね、元を正せば川越まで遡る、川越というのは三大将軍家光の、まあ、乳母だった春日局の出身ですけれども、そこに遡ることができて、なんと、御門、まあ、家の門がね、丸に帰郷で豊臣じゃなくて、あれは明智ですね、すいません、明智光秀の御門と一緒になるんですね。春日の局は明智光秀の系統というか、まあ、家の出ですから。で、そして、私の母方は浦和出身なんですけれども、実は浦和のその母方も元をたどれば、まあ、川越にいたっていうことで同じ門だったんですよ。名字は全く違う家なんですけれども、門が一緒だったと。そして、遡ると、8代前まで遡ると、川越に両家ともに住んでいたっていうことがわかるという、それも不思議な縁ですよね。ということで、読んでいきたいと思います。でね、中の、そうですね、ちょっとね見せられるところは見せていこうかなとも思うんですけれども、あんまりね見せちゃうよりは皆さんに思いを巡らせてご購入していただければ嬉しいかなって思います。はい、それではご先祖様から君へと行きたいと思います。ご先祖様の名前を知っていますかっていうことですね。はい、あ、もうここに行っちゃうとね進みすぎちゃうので、ちょっとね読んでみたいと思います。おばあちゃんが手を合わせてご先祖様の名前を呼ぶと、お線香の煙がスーッ、わー、お化け、お化けじゃないぞ、お化けみたいに怖くないじゃろ、ご先祖様は君の守り神、ママもパパもご先祖様、そしてわしは君のおじいちゃん。結局はお化けってことでしょ？全然話聞いてないな。君を守るご先祖様の数は10代前で1024人、20代前は100万人、
30代前だと21億人。40代前は2兆人。40代前は2兆人。僕って世界中の人より多くのご先祖様から守られてたのか。すごいですね。はい。まあね、こちらの方のちっちゃいところでね、見せていこうと思いますけれども、はい。はい、こんな感じですよ。はい、とっても素敵ですね。はい。では、また、こちらに戻しますか。はいはい。でですね、こっち行っちゃったかな、スライドが。はい。さっきを読んでいきますね。君まで命をつなぐのって当たり前じゃないぞ。室町時代の平均寿命はなんと16歳ぐらい。戦争があってご飯が食べられなくて命をつなげなかった人もいる。7歳までは神の子と言って、ほとんどの子が赤ちゃんの時に亡くなって神様のところへ帰っていった。子供の名前に虎とか竜とか強い字を入れたら長生きできるかなと祈りを込めた。そんなことより、この虎がよく描けている。はい。すごいんですよ。この虎がね、よく描けているんですよ。見えるかな？こんな感じで。こっちですね。こっちですね。ごめんなさい。ここの虎の絵がね。とてもよく描けてます。はい。のぶみさん、よくできてます。はいはい。七五三で渡す千歳飴は、千歳まで生きられますようにと願いが込められている。昔、運がいい、ついてるっていうのは、ご先祖様についていただいているという意味だった。運がいい、ラッキーじゃなくて、手を合わせて感謝する。感謝を少しでもしてるかな？そんなことより、この猫がかわいい、手を合わせてる。とあるので、またね、ここをね、ちょっと見せたいと思います。はい。これですね、かわいいですよね、猫ちゃん。こうしないと、こっちが、円のところに。はい。じゃあね、この猫ちゃん、かわいいですね。はい。昔の人って、お盆だけじゃなくて、毎朝ご先祖様に感謝していた。なぜかというと、自分一人で生きてるんじゃなくて、ご先祖様や周りの人に生かされていると思っていたからだよ。私もね、毎日ご先祖様に手を合わせています。ご先祖様というか、私の父や、それからね、祖父母が眠っている、そのお位牌のところに魂が入っているって思っているから。だから毎朝、お茶とお水をあげて、お線香をあげて、手を合わせています。先祖の口伝えって知ってる？同じことを誰かに3回言われたら、言うこと聞いた方がいいみたい。ご先祖様が誰かの口を借りて話すからなんだって。そして、誰かとの出会いも、全部ご先祖様が合わせてくれているとしたらどう思う？誰かとの出会いも全部ご先祖様が合わせてくれているとしたらどう思う？その日、初めて僕はご先祖様の名前を呼んで手を合わせた。命をつないでくれてありがとうございます。ご縁をつないでくれてありがとうございます。
ありがとうございます。そしたら、はい、このイラストのところです。ゾワゾワゾワーって鳥肌が立った。うわー、ご先祖様が近くに来たのかな。なあ、カンタロウ。カンタロウっていうの、この子。君のおばあちゃんが毎日何をご先祖様に祈っているか知ってるかい？きっと自分の幸せでしょ？あ、おばあちゃんよく腰が痛いって言うから腰治りますようにかな。では聞かせてやろう。カンタロウが毎日学校行きたくないって言うんだよ。優しい友達が一人でもできますように。おばあちゃんの幸せが全部、全部、カンタラの方へ届きますように。あの顔、あの顔を思い出すだけで、おばあちゃん、笑っちゃうわ。あなたにどれだけ元気もらったかわからない。おじいちゃん、聞こえてますか？生きているとき、散々私に迷惑かけたんだから、カンタロウを幸せにしなさいよ。生まれてから7年ずっと君のことばかり祈ってる。自分のことなんか何一つ祈ったことないんだよ。そんなおばあちゃんがしばらくしてお空へ行った。もう会えないんだ。僕はおばあちゃんの代わりにご先祖様の名前を呼んで祈る。おばあちゃん、聞こえてますか？聞こえてますか？腰はもう痛くないですか？今日ね、初めて友達ってやつができたよ。すっごくいいやつ。ご縁をありがとうね、おばあちゃん。学校行くのがさ、ようやく楽しくなってきたよ。おばあちゃんが生きてる時にそう言えばよかった。何やってんだろうな、もう。ほんとごめんね、おばあちゃん。おばあちゃんはいい子って言うけど、僕本当はそんないい子じゃないよ。よく怒られるし、何の役にも立たないや。でもおばあちゃんにまたいい子いい子されるように頑張るからね。頑張るからね。ご先祖様から君へ。君が生きてることがわしらは嬉しい。生きていてくれてありがとう。名前を初めて呼んでくれて嬉しい。ずっと名前なんて呼んでもらえなかったからな。気持ちを向けてくれたことが本当に嬉しいんだよ。これだけは覚えていてほしい。君は愛されてるから生きてるよ。そしてそれを本当に見て、確かめて、感動するために生きている。今はまだわからなくても覚えていてほしい。君は愛されてるから生きている。君は愛されてるから生きているんだよ。一人じゃない。見てるからね。ずっと。その時、風がふーっと吹いて、いい子いい子されたような気がした。はい、ということです。ちょっと後書きも読みますね。これ、のぶみさんの後書きです。
僕がなかなかうまくいかないとき、友達の蔡良平さんに、ご先祖様の名前を呼んで手を合わせていますかと聞かれた。僕はそのとき、ご先祖様の名前も知らなかったし、お墓参りに行ったことがなかった。それで初めて、ご先祖様の名前を呼んで感謝してみた。命をつないでくれてありがとうございます。ご縁をつないでくれてありがとうございます。全身からゾワワワワーって鳥肌が立った。理屈じゃない。もうびっくり。宗教でもない。だって確実に命をつないでくれた人はいたんだから。僕は毎日手を合わせてみた。これをしたら運が良くなるからという理由じゃなく、今までしなかった分も感謝しようと思ったからだ。それから小さないいことが起こった時も手を合わせるようになった。電車にちょうど乗れた時、信号がちょうど青になった時、何か自分が一人じゃないという気がした。まず両親の名前からひいじいちゃん、ひいばあちゃんくらいまで呼ぶといいみたい。顔もわかれば思い浮かべるといい。最後に代々続く何々家の人々に感謝って伝える。もちろん祈り方はそれぞれだから、心がこもっていれば自分のやり方でいいと思うよ。あと当たり前だけど、生きてる人にも感謝しようね。祈るってどういうことか、僕なりに考えたときに、神様って誰かというと、自分以外のすべてなんじゃないかと思う。祈るっていうのは、自分以外の力を信じることなんだよ。神様ってすべての優しさの中に必ずいると思う。だから困った時に優しくされると、優しくしてくれた人のことが神様みたいに見えたりするよね。自分が神様みたいになるには、みんなに優しくして困ってる人を助けようとする気持ちをいつも心に持っていること。いつも心に持っていることが大切だと思う。すると自分が光り始めるよ。自分は今光ってると思いますか？光る人をきっとご先祖様も応援したくなると思う。そうなんですよ。光ってる人。光ってる人。こないだ会いました。はい。ね。もう本当に自ら発光している。神々しく発光している風さんに会いましたものね。困ってる人を助けようとする気持ちをいつも心に持っていることが大切だと思う。すると自分が光り始めるよと。私は光明神言っていうね、オンアボギャーベールシャノーマカボダラーマニハンドマジンバラハラバリタヤウンっていうね、この光明神言が大好きでよく唱えているんですけれども、光り輝くその光明、まあ、白いこのね光、まあ、大日如来のこの光の中に包まれるっていうような、まあ、そんなね、ことをこうイメージしながらやっているんですけれども、私も光り輝く人になりたいなと思っております。ということで、ご先祖様から君へをちょっとね朗読させていただきました。まあまたまたつっかいつっかいで申し訳なかったんですけれども、ね、これからも絵本作家ののぶみさんの応援をしていきたいと思っておりますということで、皆さん、はい、よかったら、ね、高評価ボタン、つっかいつっかいですけれども、ポチッとしていただけると嬉しいですし、もちろんチャンネル登録をしていただければ、私のね、この拙い動画の配信も皆さんに見ていただけるようになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは